吉田さんの退陣、おかしかったです。僕は、笑い転げて、しまいました。そしたら、今度は、自民党が生まれ変わる。総裁選挙って、自民党は国民をバカにしていますね。埼玉3区から、抗議の声が、届きました。立憲民主党、竹内千春氏、です。埼玉3区支部長の、竹内さんは、無責任な、自民党に批判を、ぶつけるように、地元の阿波踊りに参加していました。岸田さんが不出馬を表明したときに、この自分が身を引くことが自民党が変わる最初の第一歩だと思うって話をしたときに、やっぱ私はすごくやっぱり大きな違和感を持って聞いていました。あれだけ去年の暮れにですね、100名近い裏金議員が出てきて、でそれが結局どうやって裏金が作られたのか、それが何に使われていたのか、そういうことは何にもその真相解明がされていない。で実質上の雑税があったにもかかわらず、そのままうやむやのままにここに来ているわけですよね。でその時に総裁という立場であって、それを一生懸命明らかにすることができる立場であった岸田さんが、そしてあの臨時国会の最初には火の玉となって国民の信頼を回復するために自民党の先頭に立つってまで言った方です。その方がそのままこの間の通常国会、ほとんど政治資金パーティーにしても団体献金それぞれ何の禁止もなく終わってしまった。本当に岸田さんの言葉を借りて自民党を変える最初の一歩にするんだっていうことであったら、もう明らかにしてですね、裏金の実態を、そしてもう二度と繰り返されないような本当に厳しい政治資金規正法の改正を実現する、それが私たちに一番分かりやすい第一歩だと思う。だからそれと総裁選に出る人、新たな党改革って本当に笑わせますね。そして今多くの自民党の方たちが手を挙げて総裁選にやってますが、この方たちもみんなあの中にいて、あの骨抜きの政治資金規正法の改正案に賛成をした方たちですよね。それがほんのちょっとの時間だったら急に党改革だ党改革だって言ってる、またいつもと同じことが繰り返されてきてる。もうここは絶対に今変えないといけない、止めないといけないと思っています。今回の一連の動きは自民党のままでは政治は変えられないということを如実に示していることだと思いますですね。自民党ではもう今の政治は変えられない、だからやっぱり今私たちが頑張ってどうやったら政治を変えていけるのかっていうのを、この埼玉でもいらっしゃいます枝野トークもありますので、考えて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。本当に自民党じゃダメだってすぐに分かっちゃいます。竹内さん、埼玉3区自民党は木川田仁さんがいます。ぜひ打ち倒していってください。